さあ場内大歓声、日本の星本田武が登場しました。わー、武という大きな声が飛びました。大阪プールアイスアリーナ、ショート終わって第6位。彼の課題は精神力ですよ。そうですね、初代の四大陸選手権チャンピオン。昨日のショートでは体が言うことを聞きませんでしたと言っていますが、しかし4回転のトーループには納得していました。本田ももちろん4回転トーループを飛びます。最初はあっとトリプルアクセル、ちょっとステッピングアウトしました。いや、最終グループ5番目の滑走者ということでですね、6分間の練習からずいぶん時間経ってるんですよね。そういう時のあのエッジジャンプっていうのは非常に氷をつかむのは難しいんです。最初はトリプルも予定されてましたが、トリプルアクセルだけ。さあこの後です。あっと4回転トーループは入りません。それもコンビネーションが予定されていました。これは大きな失敗。さあ気持ちを切り替えていきましょう。よし、トリプルサルコー。曲はおなじみの鬼太郎の古事記からライジングサン。これは綺麗に決まりました。これからはカナダ留学しているわけですから、表現力をじっくり見せてほしいですよ。トリプルアクセル、トリプルトーループ、これはうまくまとめました。トリプルループ。場内手拍子。新しいコスチューム。2000年を迎えて新しい自分を見てもらいたいと言っていました本田。トリプルフリップ。伊藤さん、後半は良くなりましたね。そうですね、6種類の3回転ジャンプも決まって、はい、表現力いいですよ。
連覇をかけて臨んだ日本の本田武史、残念ながら4回転トーループは入りませんでした。あー、たくさんの花束がいっぱいのお客さんから投げ込まれています。まあ先週ちょっと背中を痛めて膝に痛みが走って水が溜まったりしたそうですが、まあ、今最終スケーターのストイコと握手を交わしました。いや、しかし小川さん、はい、まあ、彼の場合は本人が言ってましたが、カナダで特にこのメンタルトレーニングを積んでるんだと。あ、やはりあの日本のファンの皆さんの前に、ね、いい演技を出すためにやっぱり心のコントロールを勉強してるんだということを言ってますがね。そうですね、あのミスが続かなかったということにそういうようなことが現れてますよね。はい、さあ、ホンダの表彰台はあるのかどうか。まず技術点が出ました。 5.6 を出したジャッジが3人。表現力出ました。4位。残念ながらメダルはありません。日本のホンダ連覇が期待されましたが、ストイコを残して第4位。中国の李成功トップは変わりません。